はい、皆さんこんにちは。こんにちは。10月11日、ひろしキャススタートです。はい、よろしくお願いします。今日もカズさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあまずはですね、はい、恒例の時事ネタからいきたいと思います。そうですね。はい。はい、まずラグビーワールドカップ、うん、もちろんご覧になったと思いますが、そうですね、はい、結果いかがだったでしょうか。いや、ちょっと残念でしたね。勝てた試合だったのではないか。まあ、ジャパンとアルゼンチンですね。はい、アルゼンチンの同じ人に3回トライ取られたんですよね。そうだね。だからその人をどう攻略抑えるかということは、もうちょっとなんとかできたのではないかなというふうにも思うとですね、ちょっと残念で、いや僕はまあ素人なので、いやもうジャパンの皆さんは頑張られたと思うし、最大限の敬意を表したいというふうには思います。その上で、はい、次のワールドカップに向けて、また頑張っていただきたいなと、ワクワクドキドキさせてくださいねって思います、はいはい、ありがとうございます、はい、で私が試合前にですね、ラスト20分が課題だと、はい、そう申し上げてたんですけど、そこ聞きたいんですよね、はい、ここに来て、はい、ラスト20分っていうのがですね、割とラグビーの専門家の間でも、はい、こう出ててですね、私の話を聞いてたんじゃないのみたいな。なるほど、はい、やっぱ後半戦ですね、はい、やっぱり後半の後半ですね、後半の後半、後半の後半、はい、その非常にその、こう苦しい時に疲れが出て、苦しくなる時間帯でどう戦うかというところを、さらに磨けばですね、まあ、ニュージーランドや南アフリカやアイルランドなど強豪国にもですね、決して、劣らない、引きを取らない、上回るですね、うん、戦いが今後できてくるのではないかと。楽しみですね。本当ですね、はいはい、楽しみにしたいと思います。はい、川内さんのおかげで少し楽しみ方が分かったかなって感じがします。いやいや、そんなことはないですけど。はい、ワールドカップラグビーの選手の皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、じゃあ続いて2つ目の質問です。ちょっと真面目な質問というか、川内さんのお考えを聞きたいところなんですけれども、川内さんもすでにツイッターでも、X ですね、旧ツイッター、で、コメントされてましたけれども、今回経団連が、はい、自民党に消費税増税を求めるという、記事があって、私もちょっと目を疑ったんですけども、このことについてどのようにお考えですか。しかも少子化対策と言っているっていう部分も含めて、経団連の会長さんは、経団連の会長とか言ったって所詮サラリーマンですからね、企業私がもう前々から言ってる通り、輸出企業だけではなくて、大企業は消費税の増税をすることで売り上げが増えるんですね。で、消費税負担するのは消費者と下請けなので、元請けというか一番上の人たちは消費税の税率が上がれば上がるほど儲かるんです。はい、儲かるんです。で、利益が増えるんですね。だから税率上げたがるんです。いろんな名目をつけてですね。で、これ究極の中抜き税制なので、経営者にとって一番楽をして儲かる、大企業経営者にとってですよ、大企業経営者にとって一番楽をして儲かるのが消費税の税率を上げることであると。だから経団連は消費税増税を求めると。で、これですね、自民党に献金しなさいと。献金した上で消費税増税を要請しなさいと、経団連の会長は言ってるんですけど、これ完全な受託収賄ですからですね。東京新聞がそれを報じてましたよね。はい、受託収賄のが
あの未遂というかですね、あの意図したものなので、ここ経団連の会社は捕まえんといかんですね。ですよね。これなんか公に言ってるっていうところが非常にどうなのっていう、やっぱりこれは違法という。違法です。ですよね。違法な発言ですね。だから早く訂正するなら訂正した方がいいと思います。あの献金と消費税の増税は別ですと、言わないとですね、あのセットだと言ってるとですね、完全なこれあの、法律違反ですよね、はい、犯罪を構成します。早めにちょっと訂正のコメントを入れていただいた、いただければと思いますね。あのこの際ですからですね、消費税というものが日本の経済をどれだけ痛めつけているのかということを勉強された方がいいと思いますね。あの、まあ、あのどんないい大学を出てるのか、あどんなお家柄がいい人なのか知らないけど、経団連の会長さんがね、ちょっとね、もうちょっと日本の経済のこと、あの庶民の生活のこと、あるいは地域の経済のことをもう少し学ばれた方が、自分の目で見た方がいいと思います。あの会長さんだと言ってですね、あのもうなんか丸の内の、いいビルディングのですね、あのでっかいお部屋で、あのいるにいるのではなくて、あのボロを着てですね、あの地方を歩かれたらどうかなと思いますよ。そういう人であればあるほど、そうすると、消費税というのはやっぱダメだと、いうことが身に染みてわかります。なんか地元のスーパーとか入って物の値段を体感してほしいですよね。そうですよね、はい、あのご自身でお買い物とか多分されない、まあ、しないでしょうね。確かになんかよく海外のドッキリでそういうのありますよね、大企業の社長さんが、まあ、掃除をする人にね、こう負けてこうちょっと様子を見るみたいなね、はい、どういったこう素の姿が見えるっていうか、まあ、ちょっとそれ趣旨が違うかもしれないですけれども、そのやはり川内さんがやってるようにこう個別訪問なりですね、やっぱりそのこう庶民の生活を見てやっぱりいろんな発言はしてほしいと思いますね。トップになればなるほどですね。そうです、そうです。あの、今日本の政治や行政や経済がおかしくなってるのはですね、もうお偉い方たちがもうあの奥の院でですね、扉の向こうであのいろんなことを決めてですね、現場のこと何にも分かってないんですよ。その会社自体のこともですね、ああ会社のことも多分分かってないと思うんですよ。そういう置かれた人たちなのかもしれないですよね。ああ、まあ、もうあの、それで世の中がうまく回るわけがないんですよ。もう頭の中だけで、あのいろんなことを考えてるわけで、まあ、現実 の、 あの生活の現場とか、経済の現場とかですね、そういうものを全く見ずして、発言し、そしてもう自分たちは偉いんだと思ってるから、それを押し付けることに快感を覚えてるわけですよね。私たちが正しいな、社員は、ね、俺の言うことを聞けばよいのだと、国民は、俺の言うことを聞けばよいのだと、その権威主義、権力主義が、ね、あの日本を貶めてるわけで、あの民主政治という言葉をお使いになってらっしゃるけれども、経団連の会長はね、はい、民主政治というものがいかなる、政治であるべきなのかということを、もう経団連会長にこんなことを申し上げるのは大変甚だ僭越であるが、お勉強 された方がいいんじゃないのと、民主政治というのは民衆の中にあなた自身が入ってこそあの分かることであって、高みにいて民主政治を語るなと私は思います。はい、ありがとうございます。まあ、本当消費税増税、3%、次が 5% でしたっけ、でだから3、5、8、10と上がってきたわけです。ですね、でさらに、まあ、IMF という国際機関がありますけど、まあ、あの財務省から20人ぐらい出向してるんですけど、その出向してる人たちが、IMF 発としてね、消費税を引き上げるべきであると国際機関も言っていると言ってやるわけですよね。もうね、そういうやり方自体が細くだし、
で、なんて言うんでしょう、そのアベノミクスで、あの金融政策で、日銀に国債買わせてね、金利を低く据え置いて、ジャブジャブあのお金を使ってきたわけですけれどもね、その金融政策は決定的に間違ってたわけですよ、ね、でここに来てものすごい円安になって物の値段が上がってるわけでしょ、でも賃金上がるガソリンの価格も上がるし、軽油の価格も上がるし、肥料飼料の値段も上がるし、もうスーパーのいろんなものの値段も上がってる、日本はいろんなものを輸入しなければやっていけないわけですから、で円安になるともういろんなものの値段が上がるわけですよね。だからそのじゃあその円安を脱出するにはどうすればよいのかと、これあの日銀が金利を引き上げるしかないわけですね、円安を円高に傾向にするには、じゃあ金利を引き上げるとこう住宅ローンの人たちがもうあーってなるからどうするんだと、これ消費税を停止してみんなの所得を1割引き上げるしかないんですですね。これもう毎回川内さんがこのね、はい、お話をされる時にはされる未来永劫消費税をゼロにせよ、廃止しろなんて言ってないんですこのあの、ま、ずはアベノミクスのですね歪んだ政策を、あの正常化させるためにはですね、消費税を停止して、あの金融政策財政政策をですね正常化させる以外にですね、あの、日本のその異常な円安をですね、円安トレンドを変える道というのはないんですよ、アベノミクスを脱出する道というのは、こう専門用語で言うとテーパリングって言うんですけどね、テーパリング、テーパリング、はい、どなたかちょっと後でコメントしててもらって、要するに、この金融政策を終わらせて新たな金融政策に、進むことをテーパリングって言うんですけども、テーパリングの手法っていうのはないんですね、消費税を停止する以外に、と私はもう断言します、だから停止だと言ってるのであって、その財源がどうこういう前に国民生活を守るためにはですね、あの1年なり2年なり消費税を停止してですね、あの所得をみんなの所得を1割引き上げて、金利の引き上げに耐えられるあの家計にする必要があるというのが私の政策です、はいはい、ありがとうございました。はい、もう本当経団連の皆さんには川内さんの講義をぜひ聞いていただきたいなと思いますね。本当にね、はい、もうこう消費税が 3%、5%、8%、10% 上がって、果たして私たちの社会保障がどうなったのかっていうところを見ていただくと意味がないんじゃないかということにたどり着きますね。そうですっていうことですよね。そうです、はい、ありがとうございます。またあの後がね、また短くなっちゃいますね、はい、次の議題に行きたいと思います、はいはい、あともう一つですね、時事ネタとして、あの埼玉県があの虐待禁止条例というものを、自民党の県議連がですね、県議団ですね、県議団、県議団が、あの提案してきて、これが今週の13日に、可決されてしまう、成立してしまうのではないかということで、かなりネット上でも、話題になっていました、はい、でこのことについて川内さんどのように、見ましたか、このことについて。埼玉県の自民党県議団という、埼玉県という一つの地域に、限ったことではなく、その、これ自民党のその家庭とか子どもに対する考え方、そのものが、象徴的に現れている事例なのではないかというふうに、私は思いますね。取り下げたということですが、根っこにあるものはですね、取り下げられていないというか、結局彼らもいや説明の仕方が悪かったと言っているだけで、考え方そのままが間違っているとは言ってないわけですね。そこが大問題なんですよ。そうなんです。説明不足によってその趣旨が十分に理解されずっていう言い方をされてるからですね、はいはい、だからそういう意味では考え方そのものが間違ってるんだから、そのと、はい、あの考え方そのものが、
何をもって虐待というのか、うん、ということについて、うん、考え方そのものが間違っているのでですね、うん、そういう方たちが自民党には多くいるのだと、うん、まあ取り下げたということで、はい、よかったねというんじゃ全然ないんですよ。取り下げろというふうに、その、取り下げ側に回ったね、うん、埼玉県選出の自民党の国会議員たちも考え方自体は一緒なんですから、うんうん、いや今ちょっと選挙前だし評判が悪くなるからちょっと勘弁してよと言ってただけの話だろうというふうに思うんですよ、うん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 、牧原さんにしてもね、柴山さんにしてもね、うん、だそういう意味でね、子供とか、あるいは家庭に対する考え方そのものが自民党という政党は間違っている。だから夫婦別姓も選択的夫婦別姓も認めないし、LGBT のことについても認めないと、同性婚も認めないというふうに、なってるわけで、非常に偏った考え方なんですよ。ですよね。今回その埼玉県の県、自民党県議団が出したその虐待禁止条例は、まあ、小学生3年生以下の子供を自宅などに残したまま外出することは、まあ、虐待に当たるんだと言っていたり、まあ、子供だけの登下校は禁止、留守番は禁止、お使いも禁止でした時に、やっぱりネット上でよく上がってたのが、子育てしたことないのかなこの人たちはっていうような声なんですよね。でじゃあ一人親の家庭はどうするの？いや子育てしたことがないんじゃないかじゃない、うん、したことがないんです子育ての大変さなんかわからないんですよ。わからない。さっきから言うように経団連の会長も一緒、庶民の生活なんかわからないんです。子供の生活を育てることの大変さなんか分かってないんですよ上の人たちは今、だけど言ってるんです。でこれ大変なことなんですよ、義務規定というのは。義務規定を作るということは、その裏には罰則があるということですから、義務に反するということは。おそらくこれ黙ってるとですね、義務規定にしてその後罰則が来てたんですよ。通報しなければならないってなってましたもんね、はい、その住人を見かけた場合にはですね、はい、です義務の裏側は必ず罰則なんですよ、それに反映した場合。そうじゃないと義務にならないからですね。だからそういう意味ではですね、子育てしたことがないんじゃないかじゃなくて、子育てしたことないんです、ないからこういう提案ができるんだってことですね。そうなんです。そう、監視社会で虐待が減ると思っていらっしゃる。そうです、はい、逆のね、懸念を示している方もやっぱネット上はいらっしゃいましたよね、こうやっぱがんじがらみすることによって親がストレスを抱えて子供にまた逆に当たっちゃうっていう、それもそうなるでしょうねって思うんですよね、まあ、いわゆる河合さんが言うか自由にしましょう、学校の働き方改革のことは以前お話聞いた時にも、やっぱ学校を自由にすること、そこからスタートだっていう、一緒かなって、社会もそうなのかなっていうふうに改めて今回のこの、ニュースを見た時思ったところでした。もう本当にその自民党のその考え方、家庭に対する考え方、家庭はこうあるべきだっていうのがやっぱり強いので、これは本当に対岸の火事ではないというふうに思いましたね。そうなんです。だから家庭はこうあるべきである、そのもう自分たちの頭の中で、要するに妄想ですよ。もう家庭なんてそれぞれの家庭でもう全部違うわけですから、家庭という言葉は同じだけど、もう全ての家庭でありようは違うわけですよね。もう全然違う、だけど家庭というのはこうあるべきなのだっていうね、妄想にとらわれて、その妄想を押し付けようとするわけですね。もうちょっと勘弁してくださいと本当も勘弁してください、なんですよね。聞いてるとなんか息苦しくなっちゃって、そうなんです。お父さんがいてお母さんがいて子供2人ぐらいかなみたいな、はい、これが典型的な家庭の姿みたいなですね、はい、だからそのうちで子供2人産まなければ罰則だとかですね義務だとか絶対言い始めるんですよ。その一端を見た気がします、今回これ、この条例を見た時にちょっと恐ろしいなと思って、でもこれに対してやっぱ全国が埼玉県の人だけじゃなくて、枝野さんもそうですけどね、だけじゃなくてやっぱりその全国の人が声を上げて、結局取り下げさせたっていうのは一つ大きな出来事だったかなというふうに思います、やっぱこう
みんなで声を上げることで変えること、変えられることがあるんだっていう、ある意味一つの国連は成功例なのかなというふうには感じています。ただ注意は必要ですねということなのかな。うん、あの彼らはですね、うん、しつこいですから。あのこっち側の人たちはみんな人がいいのでやったーと取り下げさせたーと成功だーっていうの、うん、彼はまたやってくるんです、うん、彼らが権力を持ってる限りやってくる、根っこは変わらないんだから、うん、妄想を押し付けることが彼らにとっての政治なんです、うん、権威主義権力主義の、うん、あの大衆とか庶民とかいうのは、うんうん、あの言うことを聞かせる対象であって、あの権威権力を押し付ける対象なんです。だから必ずまたやってきます、形を変えてですね。やっぱりこの結局埼玉県のこれは 県議ですよね、うん、自民党の県議団の人たちが出した、まあ、つまり議員を選んでるのはまあその県民の皆さんだっていう話になっていくので、うん、やっぱりまあ選挙で選ばれる人たちなわけですから、うん、その選ぶ私たちがやっぱり賢くなるということをした人なのかということを思って、政策理念を持ってるのかっていうことをやっぱり考えていくということは重要だってことですよね。だからそれしか変えようがないというか、あの自民党あの県議団長もね、うん、多分お話をすればですね、うん、面白くていい人なんですよ。世の中に悪い人は一人もいないんだから、いい人なんですよみんな。私もその考えです、ね、だけど、うん、そのだからいやあの人はいい人だよって名前書くわけですね、うん、あの寄り合いにもしょっちゅう顔を出して、うん、みんなの飲み会でも、うん、あのワイワイ言って、うん、でカラオケの一曲でも歌ってね、うん、あのじいちゃんばあちゃんがいれば元気ねって肩を叩くと、うん、で当選するわけですよね、うん、だけど、うん、あのこと、うん、あのじゃあ選挙を、うん、にで選ぶときは、うん、じゃ あの選択的夫婦別姓についてどう思いますかと、うん、同性婚についてどう思いますかと、うん、戦争するんですかと、うん、じゃ聞いて、うん、その人の本質を、うん、あの要するに根っこの部分をあぶり出した上で、うんうん、投票行動をしないとですね、うんうん、どこまででも自由は削られると。いや今回のことで結構、まあ、埼玉県の人たちは特に、うん、あの身に染みたのではないかなっていう気はしないではないんですけどね。どんなもんでしょうねそこは。まあ人間は忘れますからね、はい、まあ確かに忘れた頃にまたっていうのはちょっと気をつけておきたいなというふうに思いますし、もう私個人としてやっぱりこうあの投票率が上がれば社会は大きく変わるんだろうというふうには思ってます。やっぱり今 30% っていう大体ですね、地方選も残念ながらそういう状況にあるので、やっぱり 50% まあせめて半分、うん、でも本当なら 70% とかね、うん、高い人たちが関心を持って、はい、やっぱり投票行動すべきなんだろうなというふうには思いますね。そうですね、あの、うん、結局ありとあらゆるものが最終的には一人一人の負担に、うん、あの戻ってきますのでね、うん、あの、うん、税金もそうだし保険料もそうだし、うん、あのいや要するにあの世の中を成り立たせてるのは一人一人 の、うん、あの行動なんですよ、うんうん、その経団連の会長さん の、会社の製品もね、消費者が買わなければ、その会社潰れるわけですよ、うん、だから全部一人一人なんですよ、あの、うん、なんだっけ、ほら、マイナンバーカードのね、うん、保険証の紐付けについても、うん、もう絶対やってもらわなきゃ困るよと、はい、まあ、新浪さんがでしょう、ね、サントリー、うん、おっしゃってらっしゃいましたけど、うん、サントリーもね、うん、あのみんなが清涼飲料水買ってるからサントリー成り立ってるわけですよ、うん、ウイスキー飲んでるから成り立ってるわけですよ、うんうん、あのみんなが全ての一人一人の人が世の中を成り立たせているので、うんうんうん、じゃあ
自分が、うん、あのどう行動するかで世の中決まるんですよ、うん、あのもうあなたが決めてるんだと。そうですね、もう一人一人にこう言ってきてですね、うん、あなたが決めてるんですよ、あなたが決めてるんですよと、世の中のことをと、うんうん、私はそう思いますね、うん、だってまあそごう・西武がね、うん、あの外国資本に売却されるときに、そごう・西武で西武デパートで勤めてる人たちはどうなるか分かりませんと、うん、なったときに、そごう・西武のホールディングカンパニーであるセブン・イレブンはそんなの知らんどうと言ってたわけですけど、うん、労働組合がストライキをしたらですね、うんうん、買った側の外国資本は、うん、当面雇用は維持すると、うん、だから心配しないでねということになって、うん、まあ、とりあえず一件落着したという、うん、まあ、経緯があったわけですけど、うん、要するにもうそれぞれの人が、うん、戦わなければですね、うん、もう権力に全部やられるんですよ、うん、ですね、本当一つ一つ飲み込まれるんですよ、うん、一つ一つのことを自分ごととしてやっぱ考えて行動する、それがやっぱり社会を変える一歩になるだろうし、自分の生活をいいものにしていく一歩になるということかなっていうふうに思いますね。そうですよ、だって辺野古のね、深さ90メートルの軟弱地盤を埋め立てます、うん、絶対できませんよ、うん、そんな船はないんだから、で何兆円ってかかるわけ、うん、それでも、うん、全部皆さんの税金ですからね、うん、皆さんの税金ですから、いやそんなことは許さんと、防衛増税ね、辺野古埋め立てのために防衛増税するようなもんかもしれない、もしかしたらお金がないから、うんうん、そんなことは許しませんと、うん、私そんなお金払いたくないもんと、うん、いや払います払いますっていうのかね、いや払います払いますっていう人がいてもいいんです、うん、いちゃダメとは思わない、僕は自由だ、うんうんうん、自由ですからね、うん、世の中、うん、絶対払うと人が払うんちゅうなら私は100万でも200万でも一人払うちゅう人がいてもいいんです、うんうん、でも僕は嫌です、うんうんうん、私も嫌です、できっこしやしないものに私のお金使わないでください、うん、そう思いますもん、うん、だからそれをみんなが一人一人意思を表明し、うんうん、行動することが世の中を作っていくんですよ、うんうん、だから何が起こってるかってやっぱ関心を持つっていうことですよね、結局政府がどんなことにお金を使おうとしてるのか、どんなことを私たちの生活のためにやろうとしてるのかっていうところを、決して他の県でやってることだ、うん、ではなくて、うん、やっぱりそうそう、うん、だから全部が全部ね、うん、知っておく必要もないかもしれないし、うんうんうん、例えばまあ大きなニュースで鹿児島では馬毛島で自衛隊基地を作ってますと、うん、また言うけど外来大社と新設建設工事はね、はい、坪単価600万ですと、600万って、そんな豪華な大社をなんで作るのと、うん、そんな必要はないでしょって思うか思わないかと、うん、あなたどっちですかと決めてくださいと、うん、人生っていうのは決断の連続だから、うんうん、一つの問題について、どっちって、私どうしよう、僕どうしようって、昼飯食うのさえ何食おうかなって自分で決断するわけだから、うん、じゃあ、これについての税金払うのか払わないのかと、うんうんうん、全部自分で考えればいいと思うんですよ、うんうん、それ嫌だと思うんだったら自民党には入れないと、うんうん、自民党は全部最終的には全部あなたから取り上げようと思ってるんですっていう話だからね本音を言えばですね、うんうん、そうですね、そうですそれ嫌、うん、だもんと思うか、うん、思わないかなんです、うん、はい、確かに、もうそうなってくるとちょっと考え方がすごくはっきりしてくるから、だからね、誰を選んだらいいかわからないっていう人も結構多かったりするじゃないですか、お昼ご飯で行けば、まあ、どっちを選ぼうかなって、まあ、その自分の好き好きなんだけれども、でも結構こういうのってはっきりしそうな気がしますよね、辺野古、はい、
その軟弱地盤、出来もしないものにお金払うの嫌だなと思えば、うん、あこっちかなとかって言って、うん、結構こう自分の中で選択できそうな気がするので、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください、はい、この考え方。あのどっちでもいいとかね、うん、私は関係ないと、いう人がいるんだけど、はい、いや関係してますからね、むちゃむちゃお金払わせられますから、はい、国民である以上あなた絶対払わせられますからっていう話ですからね、本当そうなんですよ、無関係でいられないんですよね、はい、こればかりはですね、はいはい、その通り1兆円っていうのは国民1人当たり1万円ってことですからね、大きい、1万円って大きいですよね、はい、あんた1万円あんたの財布から、ね、払いますかっていう話なんですよね。1万円だったら1ヶ月生活できますよっていう人もいるかもしれないですよね、はい、そうです、はい、大きいですやっぱりこの1万円、うん、ありがとうございました、はい、また今日も時事ネタがものすごく長くなってしまいました、はい、皆さんすいませんでした、はい、本題では本題にそろそろ入りたいと思います、はい、今日はあのインクルーシブな社会を実現するためにはっていうところで、うん、ちょっとまあ大きく出したんですけれども、まあ、川内さんが今あのご相談を受けている方々の中にも、うん、あの障害のあるお子さんをお持ちの方、はい、でもうあの成人されていてで就職をぜひしたいんだけれどもなかなかあの、まあ、いろんな制度がありはするんだけれどもそれをどう活用していいかっていうところで お悩みの相談があったと思うんですけれども、はい、まず そこの制度というか仕組みっていうのが川内さんからちょっとご紹介いただければなと思うんですけれども、うん、障害のある人たちが、まあ、働くためには どういった制度が今あるのでしょうか。まあ、障害者雇用促進法という法律があるじゃないですか、はい、その法律に基づいて、まあ、様々な制度が作られているし、うん、実際にその制度を利用していらっしゃる方々もいるわけですが、うん、非常に数が少ないわけですよね。その制度を活用している人が少ない、はいはい、うん、で、これね、日本社会にもう根強く救っている、うん、差別意識も関係しているというふうに思うんですけれども、そのもともとですね、これ私がもうずっとこだわってることなんですけど、うん、1956年まではですね、法律の中に不具とか片輪とかですね、白痴とか、もうとてもとても聞くに耐えない差別用語は法律用語としてあったわけですね。知らなかったですね。今じゃ考えられない。それをですね、障害と、あるいは障害者という言葉に統一するときに、害の字を、うかんむりの害ですね、殺害とか、害毒とか、まあいい意味がない害の感じにするか、意思変の害にするかという時に、当時の国語審議会が、うかんむりの害を使いなさいということにしたわけですが、これは実は優生思想がものすごく深く関係していると、優生保護法という法律があったわけですけど、要するに障害者は子供を産んじゃダメよという法律じゃないですか、うんうんうん、だから堕胎だったりとか、はい、もうね、産めなくしたりとか、はい、っていう男子とかね、でしたよね、うん、優生保護法という法律は、うん、実は、うん、自民党から共産党まで、うんうん、前回一致で成立してるんですから、それかなりショックですね。でしょ、当時ですよ、当時、うん、自民党のお医者さんと社会党のお医者さんが、うん、議員立法で代表して起草して、自民党から共産党まで
全会一致で成立させてるんですよ、うんうん、そんな人権意識だったんですか。そうです、当時はね、うん、当時は社会全体が、社会全体が、うん、そういう、要するにあのこうだからそういう人権意識のもとで、うん、その浮かんぶりの害が国語審議会で、うん、あの採用されて、うん、障害の害の字は浮かんぶりの害の字を使いなさいということになっていったわけです。こう漢字圏では日本だけなんですよ、浮かんぶりの害を使っているのは。あの韓国も中国も、うんうん、台湾も石辺の害です。旅人の行く手を邪魔する大きな石という意味で、まあ、障害者権利条約でもね、その障害というのはその当事者の外にあるものであると、それを取り除いてあげることが、障害者の自由を保障していくことにつながるのだというのが、まあ、障害者権利条約の考え方なわけですけれども、うんうん、だから文字通り石辺の害の字は、うん、あのそれを体現する漢字なので、うん、それを使って、うん、あの漢字というのは表意文字なので、うん、意識を表すので意味をその漢字だけが漢字で持つのでですね、だからあの障害というあるいは障害者という言葉を使うときに浮かんぶりの害の字をずっと見せられてきた人々はですね、あの未だに障害を持ってるとかね、障害者自身が障害を、私は障害を持ってるからって言っちゃったりするんですよ。違うと、障害はあなたの外にあるものなんだと。人はどんな人であれ生まれてきて人生を生きることこそが価値であってね、あのいろんなあの人がいていいんだと、うんうん、障害があるとすればそれはその人の外にあるものなんだという、そう大礼さんが、うん、国会でも河内さん追及してましたねって、表記もね、はいはいはい、あの障害の害の字を石辺にすべきでないかという質疑をね、はいはい、ずっとされてたと思うんですけれども、はい、今その一端を聞かせていただいてるなと思います。そうなんです、はい、だからそこがやっぱりですね、あの、その障害者雇用についてもですね、なかなか進まない。だから障害者雇用促進法あるし、あの重度身体障害者の皆さん方にはですね、雇用開発機構、障害者の雇用開発機構という、あの GIDO という団体があるんですけども、そこから補助が出てですね、あの働きたい人は働けるようにできますよという制度はあるんですよ。でも全国でその制度を使っているのは170人とかですね。少ないですね、全国で170人。はい、はい、で自治体としては44自治体とかですね。あ、自治体とか市町村ってことですね。市町村です。これ周知が足りてないっていうことなんですかね。いや、だから使えないように使えないようにしてあるわけです。なるほど。でまた、あの障害者、あるいは障害がある子供を持ってらし、子供がいるご家庭でもですね、いやもうそんな働くなんてとんでもないみたいなね。でも働けるんですよと、働いてみませんかとおいうね、やっぱトライをね、だって生きることは権利だからで、働きたいと思った時にやっぱそういう環境がある、そういう用意するっていうことはまあ社会がやるべきことですもんね、はい、その閉ざさない、やりたいと思ったことを応援できるやっぱ社会、社会、そういうのがまあインクルーシブ社会ということ。だからインクルーシブ社会の方が、あの世の中が活発化するわけですよ、自由になるんですよ、ね、だって、重度身体心身障害のね、ある方であっても、別にそれは体に障害があるだけだって、考えることとか、あるいは手を動かすこととかは、あの
自在にできるかもしれないし、うんうん、まあ、もうそれこそ身体障害のあり方っていうのも千差万別じゃないですか、うんうん、もう人それぞれ全部違うんだ、うん、で、じゃあその人をサポートしようねと、うん、みんなで応援しようねと言うとそこにいっぱい仕事が生まれるんですよ。そうなんですよね。仕事が生まれるんですよ。その方に関連する、まあ、ヘルパーさんもそうだし、はい、っていうことでね、仕事が生まれるんです。だからその仕事が生まれることが、うん、あの経済にもつながっていくしですね、うん、あのところがあの優生思想的ですね、うん、あの発想によって、うん、あの障害があるあるいは、うん、ということについては、うん、いやそコストがかかると、うん、コストだコストいうことでこう排除していくわけですよね、うん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 、違うと、うん、あの全く逆の発想に していくことによって世の中がより自由に、うん、より豊かに、なっていくわけで、うん、この30年の日本の失敗というのはですね、うん、あのそこにあるわけですよ、ね、ですね、ちょっとお名前が、ね、長いんですけど NH 改め横浜インクルーシブ教育研究所さんから、はい、ですね、鹿児島はインクルーシブ教育は進んでますか、分離教育のままで共生社会は難しいというコメントをいただいているんですけれども、はいはいはい、まあ、鹿児島の現状、まあ、川内さんが捉えている状況としていかがですか。なんていうんですか、うん、今、うん、鹿児島では特別支援学級がむちゃくちゃ増えてるわけですよね。そうみたいですね。お、ある小学校なんか特別支援学級が20ありますとかね。中学校なんかでもね、なんじゃそれみたいな、とにかくなんかちょっと変わった子はもう特別支援学級に、うんうん、行きなさいと、その方がいいですよみたいな、ちょっとね、で余計に学校の先生も足りなくなるみたいなね、うん、現象も起きてます。悪循環ですよね、うん、だから人それぞれみんな違うんだから、うん、違いがあることを、うん、お互いに認め、うん、理解し合うことが、うん、大事であって、うん、で僕がいつも申し上げてるように学校の特に公立学校の教育の現場というのはいかに生きるかと、いかに課題のない回答のない正解のない課題をお互いに考え合うかということが公立学校における教育のテーマでなければならないと私は思っているので、だからそういう意味では何て言うんですか、学力テストなんかでね、はい、全国学力状況調査なんかでね、うん、なんかいい点取らなきゃいけないとかいうのはもうナンセンスなんです、うん、いかにその例えば障害がある子をみんなでサポートしながら、うん、クラス全体で、うん、何かを成し遂げることが大事だねっていうことを学ぶ、うん、学年全体で何かを成し遂げることが大事だねということを学ぶ、助け合い、相互扶助、うん、で学校全体でもそう、うん、そうすることによって社会全体がそうなっていくわけですよね、うん、とはまあいい点取らなきゃダメよもうそうじゃない人たちはちょっと別学級ねみたいな、うんうん、違う学級にしましょうね、うん、みたいな、それだとねもうね、うん、自分さえ良ければという世の中にしかならんわけですよ、うん、そうや自分さえ良ければっていう世の中は、うん、あんたはいいかもしれないけど、うん、世の中全体は良くなりませんからと、うんですね、うん、いうのがもうこの何十年かの自民党政治の結果として明らかなんですよ、うんうん、あ
よくあの学校とか、まあ、教育の現場っていうのはあの社会のね縮図だったり、うん、はい、まあ、社会の入り口みたいな言い方をされたりもするんですけれども、いやまさしく、まあ、学校がどうあるかで社会の状況も変わってくる、まあ、逆に一番こう影響を受けやすい場所でもあるのかな、その政権が考えていることがですね、と、はい、いうことで、まあ、あの先ほどの、NH 改め横浜インクルーシブ教育研究所さんから、うん、あの先ほどの、まあ、特別支援学級が、ね、増加しているという状況について、うん、まあ、鹿児島でもというコメントがあって、その後に、通常学級にもっと予算を回してインクルーシブ教育ができるようにしてください。文科省は軟化してきましたが、邪魔しているのはのも財務省です。邪魔しているのは財務省です、うん、ってことかな。教育予算が足りてないんでしょうね。うん、予算、うん、その学校でそういうふうに排除されたことに、その、あの特別支援学級と通常学級分かれてることに慣れていて、さあ社会にポンって出た時に差別のない社会をって言ってもそれは無理確かに無理だと思う、うんうん、そこでポンって出会っても、うんうんうん、どうしたらいいんだろうってなっちゃいますよね、うん、そう、一緒に生活するからこういうふうにすればいいんだっていうのが学べるわけなんですけれども、うん、はい、だから結局その資料、まあ視力の弱い人とかが、まあこう白杖ですかね、はい、あれを持ってこう歩いていて、実はこう上に上げている時には助けを求めてるってことなんだっていうことは、あの知識として持ってるか、または身近でかこう知識として持ってても、いざ見ると分かんない、どう接していいか分かんない、でも日頃からこう接していれば、あの声かけながらあの近づいていって、ちょっと触るよとか言って、どうしたんですかっていうことができる。でそれはでも日頃のその付き合いでしか、関わり方でしか、あの多分得られないことなので、やっぱりそれは一緒に生活するっていうことが一番なのかなと、はい、でそのためにやっぱり学校の中でもそういう場面をたくさん作っていくっていうことが必要、そのためにやっぱり先ほどあの横浜インクルーシブ教育研究所さんが言ってたように、あのやっぱり予算をつけてきちんと先生を配置した上でみんなを見ていくっていうのが重要なんでしょうね、うん、まあ、それはもうずっと川さんも言ってきていることではあるんですよね。そうですね、はいはい、だから予算の使い方がおかしいわけですよ、うん、だって国家予算って年間120兆円もあるんですよ。その分120兆円もあって一体何に使ってるんですかみたいな、うん、だから、うん、あの財務省のね、あの皆さんもあのじくじたる思いをね、うん、してらっしゃると思いますよ。そうですね、要求してもやっぱり財務省が、うん、よくね、財務省が悪い財務省が悪いって言うんですよ、うん、あ違う、自民党が悪いんですよ自民党が悪いんです、うんうん、あのそこに予算を使えちゃうわけですよね。日本国憲法は、うん、行政権は内閣に損するとはっきり書いてあるわけです。内閣というのはあの総理大臣を筆頭とする、うん、あの各省大臣で構成されていて、うん、内閣が行政権を持ってるわけで、うん、予算の提案権も内閣が持ってるわけで、うん、内閣が予算を決めるわけですから、うん、提案するわけですから、うん、その提案に、うん、ね、あのでほとんど自民党の先生方じゃないですか、うん、内閣、うんうん、で国会の側も、うん、与党はほとんど自民党じゃないですか、うんうん、この予算で、この予算提案してます、うん、ああ、予算でいいよと決めてるわけですから。そうですよね、うん、自民党が悪いんです、うん、だからそこをね、ごまかされ、みんなごまかされてきてるわけですよ、うんうん、財務省が悪い、財務省がなんか厳しくて、財務省が査定して、違う、自民党が全部決めてるんです、うん、そこはちょっとちゃんと理解しておかないと思いますね、はい、そして、まあ、そこその自民党の、まあ、議員を選んでいるのが国民だという部分もやっぱり私たちはちゃんと知っとかないといけないですよね。からきちんとね、誰を選ぶかというのは大事なことだ。お願いします、はい、一つコメントが来てまして、はい、親が死んだり介護になる世代なんですが、障害のある兄弟の面倒を見なくてはならないという友達が複数います、はい、自分の家庭もあるし、介護も兄弟もという、施設の充実か自立して生活できる社会は難しいですかと。いやもうね、大変だと思います。その
その親の介護もしなければならないと、うん、兄弟の介護もしなければならないというのはですね、うん、本当に大変だと思うんですよ、今の制度の中では、うん、あるいは今の社会状況の中ではね、うん、でそういう方が結構私も、うん、あのご挨拶回りをする中で、うん、あのお目にかかって、うん、お悩みを聞かせていただいたりして、うん、あの病院とかあるいはあの施設をですね、うん、ご紹介申し上げたりするわけですけど、うん、基本的にはお金がないとどうにもならないわけですよね、うん、はい、施設に入るにも、施設に入るにも、うん、何をするにも、何をするにも資本主義社会だから、うん、であのそういうその矛盾がそろそろものすごい勢いで露呈し始めてるんですよね、うん、今日本の社会っていうのは、あの格差があのものすごい進んでいるし、うん、その格差の底辺の方で大変苦労されてらっしゃる方々のことっていうのをマスコミはもう報道しませんからね、うん、あもうマスコミも腐ってますから今、はい、知らないことになっちゃってますよね、はい、社会、そういうことはもうないことになってるわけです、うんうん、どうしないとね、なかったことかのように、うんうん、はい、うん、だからそういう意味ではあのそういうそのだって障害がある方のあの人口人数って1000万人以上ですからね、まあ程度の差はありますよ、うんうんうん、でまあとみんな年を取るし、うん、みんな生まれて死んでいくし、うん、であの親もそうだし、うん、だからそういう方たちに対するケアっていうものをどうしていきますかという時にもうどうにもならないという人たちは結構いると思うんです、ね、だけど今の自民党政治の下では自己責任よと、うんうん、自己責任ではどうにもならない、どうにもならないですよ、ケアする方も年を取る、もしかしたらケアしている方が病気や怪我を、そうです、負われるかもしれない、そうです、もうあの健康であることが前提で何とか回していることが回らなくなることは誰にでも、はい、誰にでも起きます、誰にでも起きますよね、はいはい、うん、でもそこを誰にでも起きるから大丈夫よ、こういうセーフティーネットがちゃんとあるからねってあの提示してもらえないと、はい、安心してくれない、そうなんです、うん、そうなんです、だからそこが今のその今後の日本の社会の中で大きなあの解決すべきあの問題点だと思うし、だからそのためにはね、やっぱり政権を変えないとどうにもならないですよね、さっきの、 あの子どもの虐待に対する考え方からしてちょっと、まあ、ずれてるわけですよ、自民党、いやだって自民党の先生方はみんなお金持ちだから、うん、親の介護もあの、まあ、兄弟に障害があったとしてもですよ、障害のある兄弟がいたとしても全部お金で解決できる人たちですから、わからないんですよ、うん、それがなぜできないんだろうって逆に思ってるかもしれないですよね、そうです、はい、だからまあ本当にその自民党政権 の、 その育児介護、まあ、さまざまなかあの家族に関係するものが、まあ、全てそういう福祉が全てこう家庭に押し付けられてるっていうのが今現状かなって思うんですよ ね、 そうですね、まあ、ヤングケアラーの問題とかも、はい、まあ、今少しずつ見えるようになってきましたけれども、うん、まあ、家庭でなんとかすべきものだっていう考え方がやっぱどこかにあるの、まあ、前提にあるので、うん、あのなかなかそ の、 あの対策が取られてないんだなっていうのは、まあ、もっと今先ほど川さんも言われましたけど、それはもう如実に現れき始めてるっていうのが今現状なのかなと。でもやっぱり今現在どうしたらいいのっていう人たちも中にやっぱいて、じゃあその人たちを高齢化社会になってですね、やっぱりその8050問題でしたっけ、まあその80歳の親を50歳の子供が見る、まあ、老老介護とかね、うん、まあ、お互いに高齢者の夫婦がお互いに介護するっていうような状況もあって、あのそれでもうきつくなってね、あの悲しい事件も起こったりするしてる現状があるんです、ね、そうですね、はい、だからそこを私たちはもう少しこう自分たちの問題として捉えていく必要はあるなというのを
思いながらもどうしたらいいんだろうっていう風になっちゃうんですけどね。いやだから学問的にというか経済学的にとか歴史的にその、申し上げるとですね、ちょっとあの難しいんですけど、資本主義社会が発展をしていく中でですね、あの共同体というものが、あの個に分かれていくわけですね。あの、で各家族という言葉があるじゃない、大家族だったものが各家族になり、そうするとあの昔はみんなでテレビを、一台のテレビをみんなで見てたわけです、それが大家族で一台になり、各家族で一台になり、で一人一人で一台になりと、そうすると消費がこう、あの増大していくわけですよね。でずっと個に分かれていくことによって、あの経済というのは拡大してきたわけですね。で、あのまあその典型的な例が宅配便ですよ。あの各家庭に個別に届けますよということで宅配はものすごい発展をした。しかし今あのお家にいないがねち。でドライバーもいないがねということになって、もう大変なあの行き詰まりになっている、経済も行き詰まっていると。じゃあこれどうしたらいいのかというと、もう一度大きな共同体としての助け合いとか相互扶助というあのところに戻っていかないとですね、あの資本主義が行き詰まってるわけですから、あのもうそれぞれの自己責任に帰する、今までは自己責任に帰する社会でよかったんですよ。経済が順調に成長してきてるから。だけどもこれからはですね、あのお互いに助け合う社会にしていくということにおいてはですね、その助け合う中においでお金をどう回していくかということを考えないと、ずっと細分化した、資本主義の発展の歴史というのは、もう行き詰まってるわけですから、細分化ではなくてもう一度統合という中における、あの資本主義というものを考えないと、どうにもならない、もうあの金持ちは どんな世の中であっても生きていけます、お金持ちはどんな世の中であっても生きていきます。しかしそうではない我々庶民はですね、じゃあどうやって、親の面倒を見るのかと、もし障害がある、兄弟がいる場合はどう面倒を見ていくのかということは、一人じゃもう絶対解決できないわけですから。確かにもう本当川内さんが言われるその核家族化っていうのが、まあもう言葉として出てきたのがいつぐらいですかね、80年代とかそのぐらいですかね、でそれからまあやっぱこう個っていうのが結構まあ大事にされてきたっていうのも当然あるんですけれども、まあその結果あのつながりがちょっと薄くなってしまった地域から、まああのまあ、いわゆる子ども会とかもなくなっていくとかっていうね、そういうことも生まれてきて、少しずつこうつながりが薄くなってきて、で今ちょっと隣近所の人の顔もわからないみたいな状況が生まれてきてっていうところで、やっぱり一回そのつながりをもう一度こう作り直しましょうよと、でみんなでやっぱり社会を、まあ 一人一人を見ていきましょうよっていう社会が生まれできれば、こうなんかお互いがこう安心して暮らせる社会になりそうですけどね。そうですね。だから、ただそれがですよ、あの第二次世界大戦前のですよ、隣組とかですね、そうなっちゃったらダメですね、監視社会じゃないですか、ね、そう、あの行政とか権力というのはそういうものを作りたがるので、要するにあのさっきの埼玉のね、あの県議団じゃないですけど、あのそういうことじゃないんですよね、そういうことじゃなくて、要するにはっきり言って世の中お金なので、ぶっちゃけぶっちゃけですね、あの要するに
ちゃんとお金を配るっていうことなんです。分配するっていうことなんです、うん、まさしく先ほどの方がですね、もうそう言われて、うん、お金があればと思うし、うん、税金の分配の問題ですよね、うん、っていうことで、先ほどね、兄弟、そうなんです、ここで言われてた方ですけど、要するにちゃんと分配して、うん、どんな人もちゃんと生きていけるように分配の仕組みを整えますよというのがこれからの政治や行政の役目であって、その分配がしっかりすればですね、隣近所の付き合いもですね復活するんですよ。黙ってても政治や行政が隣近所と仲良くして助け合いなさいとかそういうんじゃないんです、私が言ってるのは。あ、それも私怖いですよ、そう言い出したら。でしょ、はい、うん、それはちょっと違う、なんか監視社会前提ですね、はい、だからちゃんと分配を整えて、うんうんうん、生活に心配がなければですね、うんうんうん、人に優しくできるんですよ。困ってる人がいたら大丈夫と声かけられるんですよ、みんな、うんうんうん、みんないい人だから、うんうん、世の中に生きる人々はみんないい人だから、自分に余裕がないから、うん、つい、うん、あ困ってるだろうなと思っても、とりあえず自分のことが先になるわけですよね、うん、だってそれは仕方がないですよ、うん、だけど自分のことがちゃんとできてれば、うん、あるいは兄弟の面倒が見られてれば、うん、親の面倒が見られてれば、うん、困ってる人がいたら、うん、あ大丈夫って声かけられますよ、うん、だからそういう最低限のことができるような分配というものは、政治や行政が保障すると、そのことによって社会の絆は黙ってても復活しますから、はい、本当その通りも行政に求めるのはそこですね、はい、本当も支援策をぜひというところで、当然お金の部分も含めてです。そうなんです、お金の部分が一番大きい。まあその通りです。はい、安心して。横浜インクルーシブさんなんですけども、うん、埼玉の県も家の中に24時間子どもの世話ができる人がいることが前提になってますよね、はい、でそれもワンオペでは無理で2オペ、うん、今は祖父母も働きに出ています、はい、だから実社会とずれ切っている条例ですよね、はい、っていうコメントをいただきました、はい、だからもう全然実社会のことを何もわからない人々がですね、うん、妄想で作った条例だと、うんいうことだと思いますよ、はい、こういう条例で縛るのではなく、うん、真の人と人とのつながり、ご近所とのつながり、うん、共同体ができたらいいな、うん、そのためにはみんなにもっと気持ちの余裕がないと、うん、そうです、相手を思いやる余裕がないと、はいね、だから市民レベルでは本当そこだし、もう行政にやってほしいのはもう本当そういう生活ができるようにしっかりと保障してくれ、保障してほしいということかなというふうに思いますね。だから分、うん、再分配こそがですね、うん、今必要だし、再分配の最たるものっていうのは、うん、消費税を停止することであると、はい、そこに行き着きますね、はい、と私は思いますね、はいはい、ありがとうございます。はい、ちょうどいい時間になってきました、はい、今日川内さん のお話の中で出てきたケイタンタンさんが、紹介してくれてますけど、ジードっていう、うん、まあ機構があるんですけれども、はい、高齢障害求職者雇用支援機構というものになります、はい、もし興味があられる方はぜひ見てみてください。でこういう制度がやっぱ使えるやっぱ世の中にしていかなきゃいけないし、まだ正確に言うと174人だそうですけど正確に言うと174人の方しかまだ活用されてない、活用できてないということなんですけれども、はい、まず知ることも必要なのかな。知ることも必要だし、うん、ハンディキャップを負ってる方はすごく負い目があって、あ私なんてって自信を失っておられると思うんです、うん、もう社会がそういうふうにしてしまったんだけど、うん、私なんかがあって、うん、言ってしまいがち、うん、ハンディキャップを負っている方はだから権威権力主義の政治だと、うんうん、そういう風になってしまいがちですよね、うん、障害があるからおとなしくしてろと、うん、障害があるんだったらおとなしくしてなさいと、うん、まあそこそこ面倒見てやるからみたいなね、そういうことではなくて、うん、いやよくね、うん、いや私は障害を持ってるから、うん、そんなもん違憲なんかないですと、うんうんうん、
ういう障害がある方が結構いるんですよ、うん、僕はねその時にも悲しい気持ちになる、うん、どんな人であれ生きる権利を持ってるし、うん、自由だし、うん、何かをやりたいと思うなら、うん、それにチャレンジする、うん、権利があるというふうに私は思うので、うん、でそれをサポートすることが、うん、本来あるべき社会の姿であるというふうに思うのでね、うんうん、だからそういう意味では支援機構を、ね、利用したいと、うん、積極的に、うん、考えていただいてね、うん、どうやったらいいかわからないという人はもう、うん、ぜひ私に相談してほしいです、うんうん、はい、私がサポートします。はい、ぜひ皆さんもし悩まれた際には川内さんにご相談いただければと思います。川内宏事務所の電話番号ホームページ等でも紹介していますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、今日も有意義なお話ができてよかったです。川内さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします、はい、また定期的に続けていきますので、はい、また皆さん遊びに来てください、はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。ありがとうございました。